汁って何？セルフネイルを始めたばかりの方には少し馴染みがないかもしれない粘土系のジェル、ハピジェルクリアクレイジェル、このような粘土っぽい感じのジェルなんですけど、実はねこのジェルめちゃくちゃすごいんです。めっちゃ簡単に解説すると、アートもできるし長さ出しもできるし、ネイルチップも作れるし、パーツも固定できる。ちょっとできること多すぎませんか？今日はこのねクリアクレイジェルを実際にどのように使っていくのか解説をしていきます。グラグラネイルスタジオアワチャンネル、こんにちは。今回も動画を見てくれてどうもありがとうございます。セルフネイルを世界一わかりやすく簡単に教えるあわちゃんでございます。今回のこの動画を見ることでクリアクレイジェルのマニアックな使い方が全てわかるようになるよ。今はねまだ使わない技術かもしれないんだけど、これから先必要になる日が来るかもしれません。なので頭の片隅にこのクリアクレイジェルっていうものがあったなっていうのをね置いといていただくだけでも、ゆくゆくのセルフネイルライフがより良くなることでしょう。とはいえね、一度にそんなたくさんのこと覚えられないよね。私は覚えられないんですけど、まあ覚えられないと思うから、困った時を見返せるようにチャンネル登録をねしておいたり、コメントして履歴を残しておきましょう。まあ、そうしていただけるとあーちゃんも嬉しいし、まあ、一石二鳥だよね。はい、ではですね、まずこのクリアクレイジェルなんですけど、冒頭でもお話ししたように、よいしょ、まあこんな感じの透明のねかなり固めのねジェルになっております。こんな感じですね。触った感じかなりブニブニの形をね自由に作っていくことができるジェルです。あーちゃんですね今めっちゃ素手で触ってますけど、あんまり良くないので、皆さんが実際使うときはねちゃんと手袋とかをして肌に直接つかないように触ってください。今はねこんな感じでですね自由に形を作ることができまして、はい、とてもアンバランスな雪だるまを作ってみたんですけど、まあ、これをね硬化しますと、チーン、このようにめちゃくちゃね硬くなるというわけです。このぐらい硬くなるので爪の強化をしたりとか、強度のある長さ出しとかアートにも使えますよというわけです。それではこれから実際にどんなことができるか実演ねしていくんで見ていてください。まず1つ目、アートねやっていきます。このクリアクレイジェルっていうのは立体的なアートを作る目的で作られたジェルなんですね。なので立体的なアートっていうのはねもう得意中の得意なんですよ。好きな色を塗りましょう。スイ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 、少し丸く取って、これをコロ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 っと伸ばしていって紐状にします。でこの紐状になったものをニャ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 、乗せていただいたりとか、このように丸くしたものを爪に乗せて平らにしてあげて、中心に向かってこうギュッギュッと押し付けていけば、お花のような模様を作ることもできるし、爪全体に乗せてお尻が丸い棒とかでギュッ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 と押していくと、こう水面のような模様を作ったりとか、めっちゃ簡単にこのぷっくりアートをね作ることができるんですね。まあいろんなことができるジェルだけど、アートだけの目的でお買い求めいただいてもいいジェルなんじゃないでしょうか。では続いてですね、クリアクレイジェルでできることその2、ネイルチップ装着。このクリアクレイジェル独自の粘土を活かしてネイルチップをねくっつけることもできます。ベースジェルを塗って硬化します。今回はジェルピタチップというチップをつけます。これはねジェルネイルでつけられる特殊なチップです。このクリアクレイジェルをネイルチップにぐらいかなつけまして、ベースジェルが塗られた状態のお爪にのせてググ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 グっと押さえつけていきます。はい、もうつきました。すごくない？若干はみ出すので、はみ出したところを拭ってあげて、これで硬化します。はい、できました。めっちゃ簡単にねつきました。これクリアクレイジェルを使うメリットって、あれよ、まだあーちゃん使ったことはないんやけど、入れ歯安定剤みたいな感じ。粘土があるのでネイルチップと爪の間に空気が入らず、カーブがある場合もねクリアクレイジェルが埋め込んでくれるわけですね。充填機能を果たしてくれるので、こんな感じでめっちゃがっしりつくというわけです。やっぱり基本的に
ジェルネイルでの長さ出しってさ、ちょっと難しいイメージあると思うんだけど、このクリアクレイジェルを使うとね、一瞬でできちゃうので、この方法も試してみてください。では続いて、クリアクレイジェルでできることその3、長さ出し。この専用のフォームチップを使って長さ出しをすることもできます。まあ、さっきと同じように、このチップの裏に、さっきよりちょっと多めにね、ジェルをすくって、これが塗られているお爪に、のせます。で、こう、ブニュッと出てきたものを先端に引っ張っていきます。この時、ここボコボコにならないようにね、慎重に引っ張っていきましょう。では、これで硬化します。硬化できたら、このチップを剥がすと、爪ができています。あとは、はみ出したところを削って、揃えてあげれば長さ出しもできます。あとは段差とか埋め込んで整えてあげれば地爪を長くすることもできます。ちょっと難点としては通常のジェルネイルと異なって表面がチュルンとする効果、セルフレベリング力はとても低いので、ちょっと裏面がねちょっとボコボコしがちなところが難点かもしれませんね。ただかなり強度は出るので、通常のジェルネイルでのスカルプだと折れてしまうような方にはめっちゃおすすめかなと思います。では続いてクリアクレイジェルでできることその4、パーツの固定です。今回はちょっと重ためのパーツを選んでみたんですけど、まあ、このような大きなねパーツを乗せたい時ですね、詰め替えできるビルダージェルのようないわゆる普通のクリアジェル系で乗せようと思うと、ポンって乗せてもパーツ自身の重みでこういう感じで落ちてきてしまうんですよね。そんな時もこのクリアクレイジェルで綺麗にくっつけることができます。クリアクレイジェルをだいたいパーツぐらいの大きさに取り出してパーツを乗せたいところに乗せます。でちょっとこんな感じでね整えてあげて、この上にパーツをギュッと押さえつけて乗せてあげるんですね。このようにはみ出したものはよし取り除いてあげて、よしこっち側もね除いてあげて、あ、ちなみにこの取り除いたやつはさすがに捨てよう、使うこともないけどな。よし、で位置を調整してあげて、これで硬化します。影になってるところとかは少し固まりにくいので、指の角度を変えてね、いろんな角度からジェルをね硬化させてあげるようにしましょう。はい、硬化できました。ガチガチです。かなりしっかりとついておりますね。あとはね、トップジェルでコーティングをしてあげれば、はい、大きなパーツも簡単にくっつけることができました。イエーイ。とね、このようにこのクリアクレイジェルなんですけど、様々な使い方をねすることができるんです。でセルフネイルをね始めたばかりの方にも熟練者の方にもめっちゃおすすめのアビジェルシリーズクリアクレイジェルです。ちょっとね量がね 15g 入りとね多いんだけど、1回ね使う量がねそこそこ多めなのでね使い切れると思います。ぜひ使ってみてください。さて今日はですねだいぶ駆け足、まあ、いつもですね駆け足での紹介となったんですけど、シャルプロジェクトさんのハッピージェルシリーズよりクリアクレイジェルというね万能粘土タイプのジェルを紹介いたしました。実はねシャルプロジェクトさんのハッピージェルシリーズっていわゆるこういうねカラージェルとかよりもクリアクレイジェルであったりとか詰め替えできるビルダージェル、まあ、クリアジェルですねのような基本系のジェルって言ったらいいのかな、アイシャドウとかじゃなくてファンデーションとか下地とかそういうね基礎系のジェルの方がねダントツね売れているそうなんですね。まあ、それってつまりあここちょっとセルフネイル人って不便やってんなと思っているそのユーザー様のね不便を解消できるジェルネイルがたくさんあるっていうことなんじゃないかなってあーちゃん思っております。これからも基本的な使い方から応用的な使い方まで、まあ、幅広くジェルネイルのねアートのやり方っていうよりかはそもそものやり方をね紹介していくのでチャンネル登録しておいてくださいね。でまたこういうことについて知りたいとかありますとかねありましたらお気軽にコメントでぜひ教えてください。はい、じゃあまたね次回の動画もあーちゃんとさんのお悩みが解決できるような素敵な動画を作っていきますのでよろしくお願いします。はい、じゃあみんなまたねー。